ユニティでこんなに変わったパチンコ映像開発ワークフローということでパチンコの映像開発で Unity を活用した事例を紹介したいと思いますこのセッションはサミ株式会社の高橋田中中村の3名で行います私は高橋と申します普段は映像制作のディレクターをしておりますが今回のツール開発ではプロデュースを行っております サミー株式会社とは、えー、セガ・サミーグループでパチンコ・パチスロ遊戯機の製造開発をしている会社です。新しいことはサミーからを開発テーマに、すべてのユーザーに楽しんでいただける遊戯機を開発しています。このセッションの概要です。パチンコの映像開発ワークフローにおいて、旧来の手法から脱却し、新しい環境を構築しました。 その中で、なぜ unity を採用したのかということと、unity だからこそ実現できたことを紹介します。これはゲーム以外の開発における unity の活用事例です。unity を取り入れることで。変化したことや unity 上にツールを構築する中で得られたメリットとそれに伴うデメリットを紹介しますので。 ゲーム業界以外でこれから開発環境を変えたり新規で開発環境を作りたいと思っている方には参考にしていただける内容かと思いますまずはパチンコの映像を見ていただきたいと思いますこの映像を踏まえてパチンコの映像開発について説明していきたいと思いますパチンコは3つの数字の列が回転して同じ数字が3つ揃うと大当たりとなる遊びです はい、この3つですねこれが回転すると当たるかどうかを予測させるための演出が発生した後この後回転していた数字の速度が遅くなってきて7が2つ止まりましてリーチとなりますリーチのタイミングにも、まあ、ライオンの群れが横切るなどしてこのリーチが当たるかどうかを期待させていきます今回はダチョウのリーチが選ばれました ダチョウがハイエナから逃げ切れれば大当たりという演出なんですがこういうカットインが発生したり炎のエフェクトの色で期待感を高める演出を行って最後にダチョウがジャンプして崖を越えられるかどうかをあおっていきます見事崖を飛び越えると逃げ切れてその後7が揃って大当たりとなるとこれがパチンコ演出の一連の流れです さてこの映像を踏まえてパチンコの映像開発の説明をしていきますまずパチンコ映像演出のパターンと流れです先ほどの映像をフローにするとこんな感じになってますまず数字が回転し始めましたその後ルーレットの演出が発生してリーチとなりますそしてリーチ中にライオンの群れが表示されていました その後、ダチョウのリーチが選ばれてカットインが発生したり炎のエフェクトが表示されて最終的に当たりが選ばれていましたねと。パチンコではこのような映像のパターンがたくさんありこのパターンの繊維を組み立ててそれによって選ばれた映像が表示されています。 パチンコの映像開発では、タイミングの繊維、描画プライオリティの管理が膨大です。そのため、アフターエフェク s などの映像編集ソフトだけでは、すべてを作ることはできません。そして、映像データの組み立て作業が重要な部分の大半を占めておりますが、専用のツールは用意されていないというのが現状でした。 そんな中、これまでのパチンコ映像開発のスタンダードツールといえば、Excel です。Excel を上手に使いこなして、どうにかできるようにワークフローを構築してきました。では、パチンコ映像開発のワークフローを説明していきます。まあ、今までは Excel をベースにしてましたので、まず、After Effects で 映像データを作成して、そのデータを組み立てるための指示書を作成します。そして、制御プロ、えー、っと制御プログラムを組み立て、アシーンの演出構築をして、シーン。制御プログラムを作り、最終的に実験表示させるというプロセスになっています。映像データ指示書の作成をデザイナーが担当し、シーン演出の構築以降を。 プログラマーが担当ししていましたこのワークフローでは実機表示されるまで最終的な映像を見ることができないため確認までの待ち時間が長いことが課題でしたそこでこの Excel ベースのワークフローを改善したいということでワークフロー刷新のプロジェクトをスタートさせることになりました 改善したい要望をまとめると以下のような内容です。プログラマーとの非効率なやり取りをもっと減らしたい。映像を確認しながら直感的に編集したい。使いやすい UI で楽しく開発したい。感覚的な要望に応えやすい環境にしたい。このような要望を満たすために新しく考えたワークフローでは、 プログラマーへの指示書はなくても開発できるようにするためにエクセルでの演出の構築をやめてユニティに置き換えることを考えましたそしてユニティであればデザイナーでも演出の構築作業が可能になりますそうすることでデザイナーの手元で映像を見ることができるようになり確認修正のサイクルを早くすることができると考えましたではなぜパチンコ映像開発で ユニティにはパチンコ映像開発で欲しい機能が揃ってました、まあ、グラフィカルなインターフェース充実したプレビュー環境タイムライングラフビューその他便利なツール群とこれら機能面以外にもサミでもメインのプログラマーがいなくなるということが実際に起こりましてかなり困った経験がありましたので人の入れ替え割りに がああったたたとときにに耐えられる環境にししいいいう思いもありましたそういうこともありこれだけの機能が充実し,て充実した今のユニティであればカスタマイズしてパチンコ映像開発に使えるのではないかと考えましたではユニティをパチンコ映像開発のスタ,ンドスタンダードツールにしようということを目標にツール開発をスタートしそして完成したのが 新しいパチンコ映像を開発でするサバという名前はサミーの製品に「獣王」というタイトルがあるんですがその中で「サバンナチャンス」という名前の、まあ、割と嬉しいモードが搭載されていましてその「サバ」を取ってつけましたではこれからサバについて紹介していきたいと思いますがここからは中村から説明させていただきます はじめまして、プログラマーの中村といいます。私は今回紹介するサバというツールの開発と使用策定を行っていました。どんなツールを作ったのか、ツールを作るためにどんな機能を利用したのかを説明していきます。それではパチンコ開発映像開発ツールサバを紹介します。え、これが、えっとサバの メイン画面となりますサバはプレビュー画面を見ながら演出の組み立てと調整を行っていくツールです見た目はそのまま Unity なんですけれども一部のパチンコ映像制作に必要な機能をカスタマイズして使っておりますこの画面構成はご覧のとおりプレビュー画面各エディターで編集した映像が表示される画面となっています って言ってますこれは Unity のゲームビューをそのまま使ってます次にグラフビューですが、えー、演出ノードが表示されてますけどもこれをつなぎ合わせてフローを作成していきますそしてノードリストこちらが作成した演出の一覧が表示されていますこれは Unity のリストビューを拡張して作っています 最後にタイムライン上のグラフビューのところに配置したノードのつながりに沿って半自動的に、えー、クリップが配置されていきますというのが、えー、サ a バーの主なツールとなっておりますではこのサーバーが実際に操作してみて演出を組み立てていくモデモ動画をご用意していますのでご覧くださいまずは 演出をつないで繊維を組み立てるところから見ていきますグラフビューを使ってノードをつないで演出の繊維を作っていきますノードをつなぐとタイムラインが連動していて自動的に再生順に並んでいきます 次にブランチノードで分岐を作りますリストビューから演出を選んで後半のシーンにグラフビュー,をグラフビューに配置していきますそしてグラフビューでブランチノードに接続していきます最後に変数ノードに 接続して演出の繊維が完成となります再生すると糸通りに並んだ演出映像となっており初めは外れのパターンが選択された状態で再生されていますが変数濃度の値を変更するとタイムラインも連動して切り替わって当たりの映像を選択した状態で再生することができます。 さらに新たな変数ノードを作成して演出ノードのパターンに接続しますと値の変更をすることによって色パターンの変更がすぐに確認できるようになります次にタイミングの調整を行います グラフ BA にノードを配置してプッシュボタンを呼び出します初めは0フレーム面に配置されるのでこれを編集していきます正しいタイミングで表示されるように演出を見ながら奥羽地をこのように探していきます で適切な位置にタイムライン上でクリップを移動させて調整します再生し,して確認しますと、まあ、再生タイミングはまあ大まかた、まあ、正しくなりましたけどもプッシュのボタンの表示が長すぎるため次の映像にかぶっちゃっていますそこでクリップの長さを調整することで 新しい表示に編集することができます最後に描画プライオリティの編集ですプライオリティリストを使って描画の順序を変更することができますこちらは爪の映像がプッシュよりも下に描画されてしまっていますこれを クライオリティリストを選択してドラッグアンドドロップで順位を上げると爪が手前に来て正しい見た目に編集することができましたサバを使ったパチンコ映像開発ではこのような手順で演出を構築していくことができます ではえー、このえっとこのデモを踏まえて旧来のワークフローと新しいサーバーのワークフローについて違いを見ていきますここではデモの内容にそろって繊維の組み立てタイミング調整描画プライオリティの順に見ていきたいと思います、まあ、最初に繊維の組み立ての違いを比べてみます 旧来の手法では繊維の組み立ては Excel で演出名やイベントを羅列することで制御していましたテキストベースで細かいつながりを表現できないため演出の繊維を把握しにくいことが問題でした図のように横軸に時系列で並べられ縦に細かい演出名が記述されています複雑な見た目で初見ではどうなっているのか全くわからないと思います 一方サーバーではグラフビューのノード接続でこれを制御しています映像を見ながら直感的に編集できるため繊維を把握した上で作業もしやすくなっていますこのようにドラッグしていってグラフをダブルクリックするとデータの中に入ることができて演出の細かい流れまで確認することができます 次にタイミング調整の違いを比べてみます旧来の手法ではエクセルにタイマーの時間値を入力して調整を行っていました通知入力で指定しなければならないため感覚的な要望への対応が困難でしたまた見た目を想像しながらプログラマーが数値を調整するので多くの経験が必要となります 見た目に影響がある部分なので本来であればプログラマーではなくてデザイナーが編集するとするべきところではあると思うんですけどもエクセルを直接触ってもらうのはハードルが高く作業ミスにもつながるというところでプログラマーが触っておりましたサバではこれをタイ,ミングタイムラインのクリップ移動で調整できるようにしました 映像を見ながらクリップを移動できるため直感的に調整ができて感覚的な要望への対応が要因になりました図のように演出の切り替えタイミングの調整も簡単にできます最後に描画プライオリティについてですが従来のフローではエクセルに演出コードのファイル名を列挙して管理しておりました この手法ではテキストベースのためファイル名から映像の内容をイメージできないと編集が困難でした。After Effects のデータを見て内容を把握した上で演出コードと共同照らし合わせて編集をするのは時間がかかる上正しく並べられているのかすぐに確認できず不安でした。サバでは Unity 上にプライオリティリストを作成して管理しています。 映像を確認しながら直接編集可能なため、いろいろなパターンを切り替えて調整できます。日本語の演出概要もアセットから抽出して表示できるので、内容を把握しやすく、何よりプレビュー画面を見て変更した結果がすぐに反映されるため、安心して作業が行えます。 このように映像を確認しながら直感的な編集が可能になったことで飛躍的に作業効率が高まりましたではサバンを用いて製品開発を行った結果をもとにツール導入の効果を見ていきますツールに制限の一部を移管したことによりプログラムの行動量が他のタイトルに比べて削減されました プログラムの量が減ることで不具合の原因も減らせますしプログラムのメンテナンス性も向上します。工数の面で見ますと過去プロジェクトと比較して組み込む工数の削減効果は2分の1を達成できました。これは、えー、プログラムの業務だけでなくサバのオペレーションを含めて2分の1になっているということです。 結果としてワークフローにも変化がありましたデザイナープログラマー間の必要以上のやり取りを軽減しそれぞれがやるべきことに注力できるようになりましたデザイナーはアフターエフェクスとサバを維持しながら修正を行いプログラマーは制御プログラムと作成とそのチェックまたその他業務効率化のための自動化などの 環境整備の時間に割り当てることができるようになりましたそのや細かいやりたいなど煩わしい部分が解消されることによって心理的な効果も大きかったと思います今までは映像のクオリティを左右する部分,部分までもプログラマーが作業していましたししかし 映像のクオリティにこだわるべきデザイナーが作業をできる環境を構築することができました以上でパチンコ映像を開発する s a の概要とツール導入によって得られた結果を紹介させていただきましたここからは田中より今回の取り組みによって得られた技術的な知見について紹介して,きたしていきたいと思います ではよろしししくお願いまますすサミー株式会社の田中と申しますこのサバ開発のプロジェクトではプロジェクトのディレクションやプログラマーとして実装業務の方を担当しましたここからユニティでどうやってツールを構築したか ユニティを使うことで良かったこと実装が困難だったことを紹介させていただき最後にまとめとさせていただきますユニティで作成したデータを遊戯機でどうやって動かしているのか説明いたします通常ユニティで作成したアプリケーションは最後にユニティでビルドを行い 各プラットフォームの実行形式を出力しますただ遊戯機に使用している基盤はユニティが対応しておりません遊戯機の基盤でも動作するように遊戯機向けの基盤にカスタマイズ対応してもらう場合は大変大きなコストがかかりますユニティさんからも 不可能ではないがカスタマイズ対応の手段は得策ではないとの意見をいただきましたではサバのデータは有機でどのように動かしているのか Unity のビルドは使用せずデータ出力のスクリプトを作成しデータが実機で動作するライブラリの開発を行いました 例えばゲーム制作なのでマヤやアフターエフェクツからアニメーションデータを出力してプラットフォームで再生しているのと同じ仕組みですユニティで柔軟なスクリプトが記述できほとんどのデータにアクセスできたからこそ行えた手法ですユニティで作成したデータの出力では 下記の情報を C シャープスクリプトで出力していますノードの遷維情報タイムラインのクリップ情報描画プライオリティ情報サウンドの情報サバで動作するデータはすべての Unity オブジェクトの情報を出力しているわけではなく弊社オリジナルのデータフォーマットである a f t e r Effects から出力したアニメーションデータのみに 限定しデータ出力の開発コストを最小にしました。Unity で AfterEffects から出力した弊社オリジナルのデータの表示が Unity で行えるように低レベルネイティブプラグインターフェースを利用し DirectX と FFMPEG により描画を行えるようにしました。 続いて、Unity 上に構築したことで得られたメリットを紹介いたします。それは、操作性が良い基地感のあるインターフェース、低コスト短期間による環境開発、Unity バージョンアップの恩恵、Unity スクリプトで簡単にエディターを拡張できる、3D 表現が可能。最後のこれは、Unity なら当たり前なのですが、 遊戯機としては面白い取り組みができたと思っていますまず操作性が良い基地感のあるインターフェースということで通常エディターを作る場合は Windows アプリケーションで作成しカラーエディターや値のスライダーは事務的な UI のものしかありませんこれは映像制作に向いていませんその点 Unity なら洗練された UI を利用することができます比較的 Adobe 製品に似たインターフェースでデザイナーは馴染みやすいのではないでしょうか続いて低コスト短期間による環境開発です今回このサバは9ヶ月で開発しましたそれは結果9ヶ月でできたのですが もともと次の製品開発で新しい環境を使いたい意向がありそれに間に合わせるためにはどう工夫すればよいかという問題がありましたパチンコ映像開発ツールの要件をまとめ仕様を作成しながら考えましたそこでちょうどユニティの研究をやっていたのもありユニティなら UI が揃っていることから検証などを進め間に合う算段がつき無事開発ができました一からエディターを作っていたらこの短期間で同じ完成度にはできなかったと思います次に Unity は年に3回の大幅なバージョンアップが行われますこれにより操作性が良くなるのは当たり前かもしれませんが 独自でエディタアプリケーションを作った場合はコストをかけない限り勝手によくなることはありません例えばこれはノードグラフの例ですがユニティバージョン2017の時のものですノードへのデータ入力などはインスペクターで行っていたのですがユニティバージョン2018になると見た目もスタイリッシュになりノードグラフ自体に 入力インターフェースが配置できるようになりましたこちらはタイムラインの例ですあまり見た目は大きく変わっていないのですが視認性や操作性は上がっていてバーをクリックすると中のタイムラインをさらに見ることが可能になっていたりします将来的にアフターいくつくらい操作性が高くなることを期待しています そして Unity にはスクリプトでユーザーによる拡張が簡単にできるメリットがあります。サバの標準機能で足らない部分はユーザーが自由に機能を付け足すことが可能です。ここがサバの標準機能ですが下の赤い部分は実際の製品開発にてプロジェクト側で拡張した実例になります。 3D 表現が可能ということでユニティなら当たり前なのですがこのように演出映像だけでなくパチンコの盤面そして筐体も含め表示が可能になりました Excel から大きな進化ができたと思いますもちろん表示しながら開発が可能になっております そして、ギミックも簡単にインスペクターで動かすことができます。ギミックが動かせるので、タイムラインでアニメーションキーを打つことで、演出を合わせてアニメーションさせることも可能です。 ただギミックは稼働耐久値があるので好き勝手アニメーションをつけられないことから今後の課題としておりますそれとこちらはレンダリングを HDRP で表示してみました右が HDRP の映像になります よりりリアルになっておりますまだ簡素な部分が多いですが現実のホールに設置された環境で演出が構築できればより遊戯者の視点に近い環境で開発ができるのではと考えております。筐体をユニティに表示するために CAD データを Unity へ取り込む作業が必要ですそこでユニティさんから PixisStudio を使うことで効率化できるとご提案をいただきまた使い方まで教えていただき PixisStudio というツールを検証しました PixisStudio とは CAD データから最適化されたメッシュを生成できるツールです通常 CAD データを Unity で表示するために FBX へのデータ変換やマテリアル UV の設定が必要なのですがこれに結構時間がかかります Pixis Studio を使わない場合このようなフローを通し約2週間ぐらいかかりました そこで Pixis Studio を使うと同じ作業が驚きの半日でできました Pixis のツール自体がまず軽快で作業がはかどるのと UV の設定なども一括ででき大変効率の良いツールです CAD からデータを持ってくる場合はぜひご検討することをおすすめいたします 次に、ユニティ上に構築したことによるデメリットを紹介します。ユニティ上に構築したデメリットということで、この2点を挙げます。使用外の制御が難しい。バージョンアップの保守作業。ユニティ使用外の制御が難しいということで、ユニティが提供する インターフェースでは制御が難しい箇所がありました他のフレームワークでも同じように難しいというところは必ず出てきてしまいますが Unity においても難しい部分がありましたので紹介します例えばタイムラインの動作において演出の映像がつながっているのを配置した時先頭のクリップの時間を動かした時に 続くクリップも動いてほしいのですが Unity のタイムラインにその機能はありませんでしたどう実装したかエディターアプリケーションアップデートにデリゲートを登録し毎秒200回の速さで動いたかどうかをチェックしてますプログラムとしては処理負荷が高く無理やりな方法ですがスマートな方法は残念ながら見つかりませんでした 先ほどバージョンアップでどんどん良くなることをメリットとして紹介しましたがメリットの反面このバージョンアップについていく一定の保守作業がデメリットとして挙げられます特にノードグラフについてサバでは必須のインターフェースでしたので Unity さんからベータ版公開よりも前に提供を頂い,いておりました その頃は正式な機能ではないので変更が激しく正式版となるまでにプログラムが大きく変わり随時対応していくのにコストがかかりました今回急ぐ必要があったので仕方なかったのですができるならエクスペリメンタル枠の使用は待った方が良さそうです以上がユニキィ上にエディターを構築したことによるメリットとデメリットでした 最後にまとめです。今回、非ゲームでのユニティ活用方法ということでユニティのビルドは使用せずデータの出力と受け取りの環境を整えることで遊戯機で活用ができましたその結果パチンコ映像開発ワークローを一段底上げすることができました プログラマーが見た目に関する感覚的な要望から解放されデザイナーが見た目を追求できる環境になりました要するに演出に大事なタイミング操作をプログラマーを介さず操作できるようになったということですそして Excel ベースから脱却し Excel ではできなかった編集しながらプレビューができる環境を提供することができました その結果、製品開発の映像組み込み工数も2分の1にすることができました。私たちはこの取り組みを通し、非ゲームである遊戯機において、ユニティを活用することで多くのメリットを得ることができました。今のバージョンのユニティであれば、私たちがユニティを使ったように、 いろいろな業界で使える可能性があると思いますこの講演がこれから取り組む皆様の少しのヒントになれば幸いです講演は以上となりますありがとうございました